どうもカニです。はい、というわけでなんともうすぐですね、ラブライブサンシャインアクアのサードライブツアーが始まろうとしております。待ってた、みんな待ってた。でね、一応明日前日物販で、まあ1日2日とねライブをやって、その次の週大阪で、7月頭にはね福岡公演と続いていくんですけども、まあね、まあライブ前恒例というか、なんというか、まあちょっと軽くお知らせ動画的な、なんか、一応予告じゃないけど、まあそういう動画をちょっと撮ってます。まあね、大して重要なことはないんですけど、とりあえずお知らせがいくつかあるのでちょっと喋っていきたいと思います。まず1つ目、僕の、まあ、前の動画でも言ったんですけど、一応参加する場所、ライブ参加する場所なんですけども、現地に行くのは、まず埼玉の両日、埼玉1日目、2日目と、あと大阪の2日目と、福岡の5日目 ?5 日間もやらねえよ。福岡は1日目です。福岡の1日目。前日物販の埼玉は行きます。明日なんですけど、一応僕行きます。で、まあ参加する場所はそんな感じですね。で、あとお知らせが一応2つ目ということになるんですけど、幕張のファンミーティングの時に、一応初めて配った、僕のアイコン、チャンネルアイコンとツイッターのアイコンのね、この缶バッジなんですけども、こちらね、前回とても好評いただいて、気に入っていただけたようで、結構ね、盛況だったんですよ。で、今回、サードライブツアー、なんと、また、配ります。はい、しゃい。配りますよ。配るんですけど、一個だけ謝らせてください。まあ、これ完全に僕の不手際でしかないんですけど、埼玉公演の1日目に届きます。で、どういうことかっていうと、これ、一応業者さんに発注するんですけど、届くまでの日数をちょっとあんま計算してなくて、発注したところ、届く日が、ライブ当日になってしまったっていう。なので、前日物販の日は、まず明日ですね、はまずお配りできないのと、1日目、ライブの1日目、ここもちょっと配れるかわからないです。で、ただ、僕の妹が、後で遅れて会場に一応来てくれることになってるんですけど、もし、午前中に僕の、この家に、缶バッジが届けば、1日目、まあ、途中から缶バッジを配ることが可能になります。若干数ではあるんですけど。で、まあ、2日目も配りますと。で、一応大阪福岡もライブ現地行く時は、まあ、缶バッジを一応持ってきますよっていうことなんですけど、ファンミの時の反省化して、ファンミの時よりかはちょっと多くはしたんですけど、数を多くはしたんですけど、それでもちょっと足りるかって言われるとちょっと難しいところがありまして、もしなくなってしまってもちょっとごめんなさいという形で、若干数ではあるんですけど、お配りさせていただこうかなと思います。まあなので、埼玉1日目は途中からもしかしたら配れるかもしれないっていうことと、一応埼玉の2日目以降は確実に、配りますよっていうことですね。で、お知らせ3つ目になるんですけど、で、かつこれは完全に僕の、単なる思いつきでしかないので、これまだ何とも言えないんですけど、当日ね、会場で皆さんで集合写真みたいなものを撮れたら、なんかちょっとみんなでちょっと思い出に残るし、いいんじゃねみたいな感じで思ったんですけど、よく考えてみたらね、やっぱ会場そんなスペース、なんか周りあるかわからないし、とかないし、あんまり。で、結構周り迷惑とかかけちゃうと、結構運営の方にもね、迷惑がかかっちゃうので、ちょっとまだ何とも言えないんですけど、もしかしたら本当に周りでなんか迷惑かからないようななんかスペース、広い場所みたいなところが見つかったとしたら、もしかしたらなんか集合写真をなんか皆さんで撮れたらいいなとか思うんですよ。なので、当日ね、僕のツイッターをね、ちょっとフォローしていただいて、僕常につぶやいてるので、そこでもしかしたら、ここで集合写真何時に撮りますみたいなことを言うかもしれないので、もしそれ見つけたら一応来ていただけると、みんな楽しいかなとは思うんですけど、これは本当にわからないです。なので、まあ、ちょっとできる可能性はちょっと高くはないと思うんですけど、ちょっとね、頭の片隅に置いておいていただけると、当日ね、できそうだったらちょっとやるかもしれないので、そこだけよろしくお願いします。で、一応明日僕、前日物販行きます。行くんですけど、もうすぐ帰ってくるんですけど、前夜祭生放送ということで、トワくんとね、トワくんの家で、生放送をします。なので、もしよかったら見に来てください。多分ね、前夜祭の生放送とか多分やる方結構いらっしゃると思うんですよね。まだわかんないですけど、なんか前日は結構なんか気分が高まるので、なんか生放送とかする方多いと思うんですけど、まあ、なので、ずっと色とは言わないんですけど、ちょっと見に来てくださるとね、はい、嬉しく思います。イエイ!ということで、まあ、お知らせはそんな感じですね。で、まあ、そうですね、ライブ間近ということで、皆さん体調管理はしっかりしていきましょう。そして、
まあね、埼玉2日目ちょっと雨予報が出てると思うんですけど、まあそこもねちょっと、まあ、雨やめということで、はい、晴れることを祈って、まあ、ライブ楽しみましょう。ということで今回もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。